任天堂スイッチは家庭用据え置き型ゲーム機です。テレビにつないでゲームをプレイします。本体をドックから取り外せばシームレスにゲームの続きを表示。左右のジョイコンをセットするだけでどこででも遊び続けることができます。任天堂スイッチはプレイスタイルを自由にスイッチできるゲーム機を目指して完成しました。TV モード、テレビ画面を見ながらジョイコンで遊ぶテレビゲームのスタイルです。ジョイコンをグリップから外してリラックスした持ち方でプレイしたり、ジョイコンを横持ちして2人でプレイすることもできます。携帯モード、左右のジョイコンを本体にセット、どこへでも持ち運んで遊べます。USB Type-C 端子を通じて給電しながらプレイすることができます。テーブルモード、裏側にあるスタンドで本体を立ててジョイコンを外してプレイ、画面を見ながらみんなで遊ぶテレビゲームのスタイルをどこにでも持ち出せるようになりました。任天堂スイッチはインターネットに接続して離れた人と通信できます。ローカルマルチプレイはワイヤレスで最大で8台の任天堂スイッチをつないで楽しむことができます。ジョイコン、ジョイコンにはジャイロセンサーと加速度センサーが内蔵されているので、動きや傾きを使ったこんな直感的な操作も可能です。さらに高精細な振動を表現できる HD 振動を搭載、こんな感触も再現できるのでこれまでにない臨場感を演出できます。右のジョイコンにはモーション IR カメラを搭載、物との距離や物の形を認識させることで新しい操作ができるようになりました。右のジョイコンにはアミーボなどに対応した NFC リーダーライターも搭載、さらに画面を簡単に撮影できるキャプチャーボタン、幅広で押しやすい ZL ボタン、ZR ボタン、押し込めるアナログスティック、ジョイコンを取り外している時だけ使える SL ボタン、SR ボタンなどなど、ジョイコンはその小さなボディにさまざまな機能を持っています。任天堂スイッチ。